風感じます。はい、私は今ここは、横浜を一望できる大桟橋に立ってます。なぜ今日は横浜に来たかというと、宮地ガキさんが参加される横浜ミュージックスタイルというイベントに私もお邪魔していきたいと思います。楽しみです。はい、こちらが今日の会場の大桟橋ホールです。早速お邪魔してきます。ということで今日もですね、案内してくださる浅井さんです。よろしくお願いします。もうおなじみになってきたぐらいの、ありがとうございます。今日はこれどんなイベントなんですか？はい、横浜ミュージックスタイルというイベントで、全国各地からいろんなメーカーさんだったり楽器店さんだったり、がもう出展してまして、はい、まあ、楽器、ギター関係の楽器と、あとは結構中古のレコードとか音楽雑貨、そういうものも扱ってるイベントです。もう早速始まってすぐだと思うんですけど、盛り上がりっていうか、お客さんもすごいですね。そうなんです。もういろんな、もう全国からお客様がいらして、もう一堂にこういろんな楽器に関するブースが出てるので、はい、いろいろ試せたりとか楽器変えたりとか、はい、多分楽しいイベントだと思うので、ぜひゆっくり一緒に見ていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。浅井さんは何かやられる？はい、あの宮地ギターズ神田もブース出展してまして、 そちらでデモ演奏をします。浅井さんがですか？はい、わお、絶対かっこいい。頑張ります。見ます。はい、お願いします。行きましょう。はい、ではこちらが宮地ギターズ神田ブースです。お、前にもお邪魔したところが。そうなんです、こちらに来てる。そうなんです、うんうんうん、横浜ミュージックスタイルに今回、はい、宮地ギターズ神田名義で出展してまして。すごい、こんな感じです。結構いろんなギターとかエフェクターが置いてあります。本当だ、キラキラのやつとか。はい、なんか、そうですか、はい、どんな感じですか？ざっくり説明していくと、はい、まずエフェクターは、宮地楽器が代理店務めてるモデルだったりとか、あとは独自輸入してる宮地楽器にしかないエフェクターですね。じゃあ本当に宮地楽器さんのここでブースに来ないと見れないものも多いってことですね。そうですね。あとはこの前来ていただいた立川のお店と、はい、あとは神田のお店ですね、はい、宮地ギターズ神田で、まあ、一応試せるので、このブースで気になった方はぜひ実店舗にも来ていただけると嬉しいです。なるほど、はい、いいですね。なんかちょっと、はい、ピンクのライトとかいい感じ、かっこいいです。ブース自体もすごい楽しい、おしゃれな感じで、映えスポット、すごい人みたいなんかいる。面白い、はい、楽しい。こちらがそのピンクのクリームギターです。メキシコのギターです。かっこいい、結構キラキラでですね。あ、お店でも目立ってたやつですか？そうです、そうです。はい、かわいい、スパンコールみたいになってまして、まあ、なんて言ったらいいんですかね、ちょっとこうステージ映えするような。確かに、はい。で、実はこの後自分がやるデモ演奏でも1本使いますので、はい、そっか、はい、実際にここでそうですされるんですもんね、はい、しっかり見ます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あともう1点紹介してもいいですか？はい、もう1点あります。はい、このシャバットというギターとアッシャーギター、ほうほうほう、はい、こちらも宮地楽器、へえ、なんていうんですかね、らしい、かなりマニアックなギターなんですけど、はい、まあ、どちらもこうハンドメイドギターで、うんうんうん、まあ、シャバットに関しては一本一本、はい、オーダーを受けて、注文を受けてから制作して。なるほど、もうそのこだわりすごいんですよ。もう絶対に完璧な状態じゃないと出荷しないっていうこだわりがあるブランドですね。なるほど。アッシャーも非常にこうビルダー歴、ギター作ってる年歴が長い方が作ってたりとか、非常にこだわりのある一本ですので、こちらもぜひお試しいただけると嬉しいかなと思います。宮地楽器さんの強みがたくさん詰まったブースになってますね。はい、すげえ。もちろん店舗でも試せますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ですね、普段私ヤマカズキッドというバンドをやってまして、ちょっとその曲も交えながら、宮地ギターズ神田ブースで、取り扱っているエフェクターであったりとかギターをちょっと紹介させていただければなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまず早速菊谷ミュージックさんのブースにお邪魔しております。お願いします。こちらはどんな商品を置いていらっしゃるんですか？はい、今回エフェクターがメインになってくるんですけども、
あのフルトーンって、まあ、エフェクターではすごく有名なアメリカのブランドなんですけど、フルトーンが今年の1月にあの復活を遂げまして、でその復活をしたフルトーンを、まあ、日本でも復活したんだよというのをアピールするためにフルトーン推しでやってます。なるほど、はい、復活は熱いですね。ですね、すげー。僕もこの OCD とっても気になってたんで、はい、浅井さんもおすすめのやつですか？めちゃめちゃおすすめです。なるほど、じゃあこういうのとかこういうところが小物になるんですけど、なるほど、はい、で元々そのフルトーンが実は今年復活した理由というのが、こっちにあるあのジャクソンオーディオっていうテキサスのエフェクターブランドがあるんですけど、かっこいい。このジャクソンが実はフルトーンを今回復活をさせたという流れになるので、まあ、ジャクソンとフルトーン、ーで浅井さんが 使われているこの OCD、 でもこれが一番メインで、で復活の話題になったのがこ の、この真ん中にあるやつがバージョン 1.4 っていう、以前あ の旧バージョンで、はい、結構そのなんつうだろうな、マニアの中でこの頃のがいいみたい な話が出る中で、このバージョン 1.4 っていう頃がすごく評判が良かったので、それをメーカー自体が再復刻させたっていうのがこれがちょっと話題になっていて、じゃあお二人ともこれが一番おすすめ推しですか？そうですね、そうですよね、はい、一番定番ですよ。とりあえずフルトーンはまずお尻を試してもらえればあの分かるかなという感じです。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではこちらは雑貨とかが置いてあるやばデイソニックさんに来ました。かわいい、大好きです、こういうの、はい、あ、楽器以外もこういう雑貨も置いてあるんです、ね、そうなんです、それが結構特徴的ですよね。ちょっと見ましょうよ、はい、まあ、こういうメタリカのバンティとか、かわいい、バンティめっちゃ可愛いっすよね。めっちゃ可愛い。今流行りだと思います結構。いや本当に。はい。あとこういうなんていうんですか、プレートっていうんですかね、キスとか。キスの。かわ、あ、やばいやばい。絵も？そうなんですよ。絵もありますね。こういう絵の絵とか。絶対部屋にあったら可愛いですよ、ね。え、置きたい。可愛いです。こういうのを探してました。あとあっちにレコードとかもあります。あのとか可愛い。可愛い。でビートルズ。そうなんです。ローリングストーン。ビートルズ。ローリングストーン。間違えました。間違えました。まあ、そうです。そんな感じです。かわいい、はい、この辺レコードですね。レコードもありますよ。レコードも流行ってますね。めっちゃ流行ってますよね、はい、欲しい。すごい昔の曲とかもたくさん、はい、そろそろなんか気に入った曲とかありますか？知ってる松田聖子さん懐かしい、かわいいこの曲懐かしいですね。懐かしい、いいですね。いいですね。洋楽とかもあります、はい、すごい。まあ、こういうエリアもあるので、うんうんうん、気軽な気持ちで来ていただけるイベントかなと思います。めっちゃ面白い、はい、楽器弾けなくても楽しめます。はい、はい、では続いて、はい、雷ギターズさんのブースにやってまいりました。かっこいい、神が鳴る。そうなんです。ここ横浜の、ね、ギター屋さんですね、はいはい、で今回ご紹介いただくのがお願いします。お願いします。元気な、はい、あ、よろしくお願いします。雷キャスの時と申します。よろしくお願いします。今あの一応うちが作らせてもらってて、はい、今回出品させていただくのがこちらのテレキャスターで、まあ、特徴としてはですね、あのこのフロントのミニハンバッカーとかがやっぱ独特かなとは、はい、ミニハンバッカー、はい、この銀色のやつですね、はい、でどちらもそのフロントのピックアップもリアのピックアップもイタリア製のものを使ってまして、イタリア色もちょっとそういう感じな方向性でやってる。であの特徴としてはともう一個あるのがそのピンストライプっていうところ模様ですね。それぞれ3本違う模様がここ、はい、入ってるんですけども、素敵。あのケンザフラットトップさんっていう、まあ、世界的なこういうピンストライプの、アーティストの方に入れていただいて、よく昔のアメ車とか、あとは楽器ですと大きいウッドベースとかに入れたりする方いるんですけども、はいはいはい、それを一応ギターにも入れさせていただいてって感じで、割とかっこよく仕上がってるかなとは。うん、すごい、はい、なんかレトロな感じもありつつすごいかっこいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか昔のキャデラックみたいな感じですね。そうですね、そういう感じのニュアンスで、はい、かっこいい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では今回続いては、はい、ヤマハさんのコーナーにやってまいりました、はい、うんうんうん、結構いろんなギターがまた並んでるんですけど、確かに今回アコースティックギターのブースに来てます。はい、多分この辺りにあるストーリアとか、多分夢ポテさんすごい似合いそうな、かわいい色味がクリームで、はい、はい、ということで
実際にちょっとお話をお伺いしようと思います。お願いします。このブースの特徴だったりとか見てほしいポイントとかってあったりしますか？やはりあのヤマハのギターっていうともちろん音はいいんですけど、こちらすごく人気でやっぱり可愛いっていうのももちろんあるんですけど、可愛いです。抱えやすいボディだったりとか弦高が低かったりとか、やっぱりギターを始める方とかでも あの頑張って練習しようと思うようなすごい弾きやすさと音の良さをどっちも両立したギターであったり、やっぱりもうヤマハのギターで結構アーティストの方もたくさん使っていただいてると思うんですけど、今年やっぱり特にヤマハでも人気なギターが50周年を迎えているのもあるので、すごい大々的に置かせていただいてます。なるほど、アコースティックがこうメインで。そうですね。かわいい。確かにありがとうございます。入り口入ったところで入りやすいですねありがとうございます。こちらもよければあのブースいろいろとあるので、他もぜひ見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、では続きましてもヤマハさんのエレキギターのコーナーにやってまいりました。いろいろありますね。やっぱエレキはなんか迫力ありますね。はい、そうですね。多分アニメでちょっと話題になったパシフィカとかレブスターとか、はい、いろいろ置いてますので、よろしければちょっとお話を伺えればと思います。まさに今ご紹介いただいたようにあのボッチザロックで話題にもなっていただいたあのヤマハのパシフィカもございますし、やっぱりヤマハのエレキギターいいぞってなっていて、もう一個パシフィカとレブスターっていうラインもどちらも今展示させていただいているので、いろいろと弾いていただけるかなと思います。あとヤマハでユニオンをやってるマーシャルとかのアンプもあったりもするので、ぜひあのギター好きにはどちらもアンプとギターセットでいろいろと弾いていただけるかなと思います。実際にここで買うこともできるんですか？今回展示だけで。なるほど。あ、でも試して弾いたりとかはできる。逆にこんなにヤマハのギターがいろいろ弾ける機会もあまりないと思うので、確かにぜひいろいろ弾いていただければと思います。いいですね、最高。はい、それでは、トーラスコーポレーションのさんのブースにお邪魔しております。なんか世界観がすごいありますね。かっこいいです。私めっちゃ好き。かっこいい。なんか見どころとかおすすめなところありますか？この辺のブラストファルトは前やってたんじゃないんだけど、一旦やめて、また再開して、今回このショーがあるから、それに合わせて作ってくれって言われて、やっと一昨日の真夜中に羽田に着いて、ギリギリで、すごい。めちゃめちゃギリギリ。このブースのために、これが、今日スタートで、今後またやっていくと。あとは、これは前、昔からやってるハーレスタワーです。あとうちが企画して作ってるキングスネークギター。なるほど。ですね、はい、すごい。あとは小物でこれがあれなの？あれだよ。これ何ですか？ビーズマンワックスって言って、はい、スローワックスなんですよ。北海道の中根牛の北海道で取れた蜂蜜の蜜ろを使って、はい、100% オーガニックな蜜ろなんですよ。これが市販台とかに使えれば保湿もなるし、汚れ落としもなるし、あと色がやっぱり濃くなるので、すごいメリットありますね。すごい、なんかこの辺の毛はよく売れてる。いろんなところからこだわりを感じます。お店のこの、なんて言うんだろう、飾り付けもそうだし、こういうのだったり、すごいかっこいいです。アメリカンな感じ。そうですねありがとうございます。はい、いっぱい次も見に行ってみましょう。はい、次のブース行ってみましょうか。お願いします。はい、では今回はキャラメルズギターキッチンさんのブースに参りました。はい、なんだかちょっと海辺を感じます。確かに勝手にかわいい。めちゃめちゃ可愛いですよね。多分特徴なのこのチェッカードっていうんですかね。なんかステッチ塗ったみたいな。はい、っぽい。これが特徴ですか？そうですね。で実はちょっとご紹介したいのが、はい、何？こちらです。はい、これ宮地ギターズでオーダーしたギターです。かわいい。はい、まあ、こんなとこにも。そうなんですよ。これもあのなんてさっきちょっとご説明しそびれちゃったんですけど、はい、福岡のハンドメイドギターブランドなので非常に作りも丁寧で、こうラッカーっていうこの塗装の部分もちょっとこう使っていくと、うまくこう経年で自分らしい仕様になっていくかなっていう。でピックアップがカーティスノバックってちょっとこだわったピックアップを載せてるので、はい、面白いサウンドになるんじゃないかなと思います。かわいい。はい、センターに置いてありますね。そうなんです。かわいい。結構思想もたくさんいただいてるようなので、なるほど、はい、人気になるんじゃないかと思います。はい、すごいすごい、かわいい。ぜひ、はい、ありがとうございます。夢ポテさん似合いそうですね。めっちゃ好きです、はい、赤で、はい、ここにも宮地垣さんが、はい、うんうんうん、
では次のブースも行ってみましょう。はいはい、はい、続いてはサウンドプロジェクト柴さん、柴さんのブースにやってまいりました。なんか可愛い女の子がいる。そうなんです、可愛い女の子がいます。いい、実は心にもたくさんいます。え、すごい、はい、プリントされてるってことですか。そうなんです、これでも可愛い絵柄がついてまして、まあ、通称イタエフェクターっていうんですかね、イタシャとか、あのありますね、他でもアニメとか漫画っぽい、こう、まあ、日本のサブカルチャーのような象徴のようなこう絵ですよね、がついてます。へえ、楽器でもこういうアニメーションとなんかコラボじゃないけど、そういうのあるんですね。はい、イラストをこのように貼って、かわいい、このモブが本当はこの真ん中とかにあると使いやすいとは思うんですけど、はいはいはい、絵柄を邪魔しないような位置に。すごい、でこれを多分作るのってすごく技術がいると思うんですけど、まあ、それを、まあ、日本の福岡からお届けされているブランドでございまして。じゃあ普段福岡にあるってことですか。そうです、お一人で作られてるので。そっか、はい、で宮地楽器にも置いてあります。神田のお店と立川のお店に置いてありますので試していただくことができます。はい、知らなかったです、こういうのがあるの、はい、面白い、とってもエフェクターって、まあどうしても足元に置くものなんで、はい、あまり目立つものではないかもしれないんですけど、これがあると多分すごい目立ちます。確かに、ギター以上に目立つと思います。かわいい、はい、サウンドもすごい一級品、めっちゃいいので、うんうん、はい、ぜひお試しいただけると嬉しいです、ね、かわいいだけじゃない、はい、そうです、うんうんうん、はい、よろしくお願いします。初めて知りました。はい、はい、では続いてドラゴンフライさんのブースにやってまいりました。いろんなギターとか、そうなんです、ベースが並んでます。東京の青梅にある工房さんですね。ではお話伺ってみましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。お邪魔します。はい、どうも。はい、どうも。あ、待ってくださる。はい、ちょっとこのおすすめのところとか見どころってあったりしますか、このブースの。今回のブースはですね、はい、まずまあこの当社で作っている、CL シリーズっていう、はい、まあベーシックなあのデザインのベースシリーズですね。かっこいい、はい、緑とかかっこいい、はいはいはい、まあ、これの説明をした方がいいですか。と他にもあっちとかにもおすすめあったら教えてほしいです。はいはい、あとそれと、まあ、ギターのちょっと今回本数は少ないですが、はい、まあ、うちのドラゴンフライのカスタムシリーズの、まあ、あのラインナップがありますね。はい、はい、かっこいい、はいはい、なんか木目が、まあ、これはあの特別に、まあ、ローランドの、GK というギターシンセサイザーのキット、GK5 っていうキットを搭載したモデルです。はい、すごいこだわりがめっちゃ詰まってますね。はいはい、あ、関西人やね。関西人です。あ、どうも。あ、関西の方ですか。はいはい、あ、ありがとうございます。共通点が、はいはい、こっちとかはどうですか。はい、あとそれとこっちは一緒 の、まあ、はい、あのチームの、ブースなんですが、はい、当社の方で作ったまあ、ギターラインナップあるんですが、これは、スウェーデンの方の、技術で、スウェーデンのメーカーでトゥルーテンパラメントっていう、はい、まあ、ちょっとこの特殊な、はい、まあ、ちょっとこんな並々になってるんですが、まっすぐですよね、はい、普通ギターのフレットっていうのはまっすぐで、うんうんうん、まあナットからブリッジの間で最後ちょっと補正をここでするんですけど、これはこ、まあ、ナット と、ブリッジは直線にっていう理論で考えられてて、あと各フレットのポジションをここでこう細かく補正しているっていう、まあ、ちょっと今までのギターにはなかなかないんですけど、すごい、なんか、はい、まあ、見た目は、まあ、かなり恐ろしいようなね、オーラありますね、ありますよね。でも、はい、まあ、実際ちょっとプレイヤーでしたら、まあ5分10分弾けば、まあ、慣れるかなっていう、はい、ね、よりピッチを正確にしてるんで、まあ、やっぱり特に、まあ、ハイフレットというかそのコード感の濁り感というかそれはないというか、すごい綺麗に、発音するっていう構造になってますね。なんかすごい、はい、ちょっとファンキーな感じもありながらシックな大人っぽい感じがあって、そうですね、まあ、まあでもかなり理論的なものなんだ。どうしてもギターっていうのは本来今まで作ってるものはやっぱり多くのギタリストの人はそのチューニングピッチの悩みって多かったんですけど、これはまあそれをまあまあ解析コンピューターで解析して、まあ、それで、はい、作ったっていうシリーズです。すごい、はい、ここかっこいい、はい、ありがとうございます、はい、魅力がたくさん伝わりました。いえいえ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、
い、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。斬新ミュージカルインストの斬新レコードのブースになります。かわいい。こちら、はい、今皆さんにお配りしてます。無料です。すごい、太っ腹、はい、なので、ぜひぜひお持ち帰りください。いいんですか、ありがとうございます。はい、嬉しい。こちらがですね、東京メタルシティの、グッズになります、T シャツになります。こちら今合言葉ヘビーメタルです。ヘビーメタル、はい、1000円でお求めいただけます。はい、通常2500円、はい、なるほど。楽器以外もこういうグッズも売ってらっしゃるってことですか。そうですね、はい、あとはですね、こちらでしか、置いてない箱だ、はい、今国内未発売のブース、こちら木枯らしサウンドマジック弊社が、プロデュースしている、エフェクターですね。これを、会場限定で、発売しております。そんなファンの人たまらないですね、はい、ただ今できたばっかりなんで、はい、ファンが外国にしかいない。あらわでここから、はい、確かにすごいいいですね、豊富で。超絶ギタリストケリー・サイモンの何これ、ステッカー、超絶、はい、超絶ステッカーと申しました。なんじゃそれ、はい、これをギターに貼ってですねいただくとどんどんギターが上手くなる。うわ、お守りみたいな、はい、お守りみたいな感じですね。じゃあすごい、僕もハートに貼って、あ、心豊かになりますよ、ね、なりますよいいですね、なんかスマホケースに挟んだり、はい、はい、そんな感じです。なんかすごい、あとですね、あ、まだまだこのラグラン私も着てるんですけど、かわいい。これスタッフラグランなんですが、今皆さんに無料でお配りしております。配りすぎじゃないですか、はい、配りすぎなんですけど配っちゃいます。斬新、はい、それは。でこちらに日頃協力いただいているメーカーさんの、はい、ブランドも入ってますので、かわいい、はい、お立ち寄りいただければありがとうございます。すごい、すごいサービスもいっぱいで、なんか楽しいですね、本当お祭りって感じ。ありがとうございます。はい、続いてはホスコさんのブースにいら参りました。参りましたね、はい、なんかこんなのとか珍しい形が多いイメージです。まあ、なんか特徴的なのはこのデュデンバーグですかね。デュデンバーグ、デュデンバーグ多分あんまり聞きなじみはないかもしれないですけど、ドイツのブランドです。なんかちょっとこうドイツ車っぽいメカメカしい感じ。確かにピカッとピカッとしてて、はい、かっこいい。これが、まあ、のドイツのブランドで、まあ、非常にこうなんていうんですかね、既存のギターにとらわれない新しいギターの形を提唱したような、もうこういうちょっとメカッとした金ピカだったりとか、それがホスコさんのちょっと、そうですね、推しですね、推しアイテムなんですね。はい、へえ、かっこいい。神田にもお取り扱いしてますので、さすが、はい、ありますね、神田って、はい、めっちゃある、まあ、結構特徴的な音もするので、へえ、はい、結構プロミュージシャン使ってる方も多いと思います。かっこいい、はい、なるほど。こっちとこはウクレレか、はい、そうなんです、いろいろ取り扱いますね。はい、こだわり感じますね、はい、テカッとしてるの初めて見た。はい、では次のブースも行ってみましょう。行きましょう、はい、すごい種類がいっぱい本当に。はい、では続いてバードランドさんのブースに参りまして、はい、後ろが特徴的ですよね。かわいいケースですか、はい、ナスカケースというはいはいはいケースですね。この辺りも結構ルックスが可愛いものもあると思うんですけど、めっちゃ可愛い、私これがいい可愛いですね、めっちゃ可愛い、チェック、チェック大好きなんです。はい、これもう本当に実は見た目だけじゃなくて質もすごいしっかりしていて、はい、これとかなんかどんな形のギターも入るケースだったりとか、それすごい。もうあと縫い目とかも本当にしっかりしてるので、ちょっとやそっとではもうなんていうんですかね、破れたりとか、はい、基本ありえないような、もう非常に品質がいいケースです。僕も使ってます、はい、なんかここにポケットがあったり、そうですね、いろいろあるんですね。多分楽譜とかも入りやすいですし、多分チューナーとかカポタストーンみたいなちょっと細かい小物も入れやすいかなと思います。私もちょうどギター始めて今、まあ、そのついてきた付属のケース使ってるんですけど、はいはい、ちょっと欲しい。そうですよね、多分ケースがあると持ち運ぶのもテンション上がるかなと、お洋服感覚で着せ替えていただいて使っていただくといいんじゃないかなと。こういうケース見れるブースがあるのすごい、はい、面白いですね。私ありがたいです、はい、ちょっと出会いたかったブースさんです。そうですね、あとはエフェクターとかアコースティックギターもいろいろ取り揃えてらっしゃるので、はいはいはい、よかったなるほど、はい、この後も見てみましょう。はい、種類の多い、はい、そうですね、いいですね。はい、はい、では続いてグランデウオモさんのブースに参りました、はい、お邪魔します。めちゃめちゃ可愛くないですか。めっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛いですよね。
これ大阪のハンドメイドギターストラップブランド。ハンドメイドってことは手作りですね、はい、そうです。うわお革で、一本一本これって、はい、じゃあこういう風にしたいって言ったりとかしたら作れるんですか、はい、オーダーメイドもできます。うわなんかこの辺の猫ちゃんとか可愛い、めっちゃ可愛いですよね。はい、へえ、はい、誕生石で目の色が一応12色あって、それを選んだりもできます、はい、すごい。こんなファッション感覚で、うんうんうん、ギターのと一緒のトータルコーディネートとか衣装と合わせたりとか、可愛い、はい、もうこだわろうと思えばいくらでも、いくらでも、やっぱねここでおしゃれができるところなので。確かに、うん、どんな方がその注文されたりとか、まあ、プロの方も当然おられますけれども、うん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 、本当にいろんな方、若い方から、ご年配の方までいろんな方にいただいてます。いいですね。ちょっと私ももうちょい弾けるような、1曲弾けるようになったらこれもうちょい弾けるようになったら、はい、憧れます。ありがとうございます。大阪にあるんや、見てみます。大阪のね、大阪アベノハルカスっていうのがあるんですけど、あの近くで、はい、やってます。またお店行きます。素敵、はい、では続いてのブース、はい、行きましょうか、はい、お願いします。はい、では続いて備前、はい、ギターワークスさんのブースにやってまいりました。はい、すごいなんか木とかも置いてありますね。端材みたいなギターを作った時にちょっと出た、なんか普通の方、はい、そうですね、好きな方は好きだ、買いたくなっちゃう、はい、うんうん、でちょっとご紹介したいのはこちらです。真ん中にある、何わかっこいい、はい、こちらはもう宮地ギターズでオーダーしたモデルです。わお、これの特徴とかあったりしますか。そうですね、まあ、備前さん全体としてやはり愛知県のギター工房で貴重な木材だったりとか、まあ、丁寧な作り、まあ、これがもう本当に売りですね、はい、でまあ、有名なギターメーカーで勤めてた工場長の方が、元工場長の方がやってらっしゃるブランドだったりするので、まあ、ギター作りのノウハウみたいなものはもうものすごいと思います。すごい、はい、なんか木の柄がかっこいい。すごいですよね。あ、これ見たかも。見ました、見ました。同じこのなんていうの、ちょっとヒョウ柄っぽい柄、はいはい、お店で見た。本当ですか。それですかね、はい、もしかすると、もしかすると、うわ、はい、かっこいいな、やっぱり、まあ、こちらレモンドロップってちょっとこう色が実は汗た感じ、はい、色で、あの非常に貴重な計らんだ手材を使ってたりとか、こだわりの一本ですので、ぜひ弾いていただくと面白いかなと思いますので、ぜひお店にいらしてください。はい、これもお店行ったらある、ね、そうですね、はい、なるほど、うんうんうん、かっこいい。こだわりの一本をですね、体感していただけると、めっちゃ可愛い、いろんなギターがあって、こういうちょっとエイジドされたのとか、ね、なんかやっぱお店によって色が出ますよね。木の色がなんかちょっと、ね、はい、このお店の方はちょっとこの黄みがかったそのレモン、そうですね、ちょっと、はい、昔の昔ながらのギターをイメージして、はい、やっぱ面白い、ね、はい、色がありますね。そうですね、キャラクターがありますね。他も見たいです、はい、では次も行ってみましょう、うん、はい、続いてはケーズギターワークスさんのブースにお邪魔します。かっこいい、カラフルなやつもあれば、いろんなのがありますね。これちょっと渋めな、渋い、かっこいい、はい、神奈川の逗子市にある逗子だ、はい、ギターブランドでボヘミアンラプソティはい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 の、あの、まあ、テーマになってクイーンが、ギタリストのブライアン・メイさんのモデルとか、うんうんうん、まあ、一時作ってたブランドとして、これとかちょっとぽい、そうなんですよ、まあ、ちょっとこう一躍有名のブランドでして、かわいい、はい、こちらちょっと紹介したいんですけど、はい、いいですか。ケーズワンカーブドっていう、もう新しいモデルですね、うん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 、でこちらニューギニアローズウッド、まあ、ちょっと珍しい材を使っていて、まあ、ちょっとこう温かみのある、うんうん、きっとこうちょっと指とかで弾いたらすごいおしゃれな音出るんじゃないかなみたいな、はい、全部もうソールドアウトしちゃってる、そうですね、人気なんですねはい、こちらのショーモデルも非常に人気なようですので、はい、かわいい、ちょっと好きです。なんかこの一枚板じゃないけど、そうですよね、あとそれこそブライアン・メイさんのモデルっぽいちょっと見た目な、なんか丸くて可愛い、そうですね、多分ゆめぽてさんもすごい似合いそうな、好きです、はい、かっこいい、はい、ということで続いてのブースも行きましょうか、はい、お願いします、はい、お願いします。はい、ではこちらちょっと3社共同ブースみたいな感じなんですけど、
ちらにあるアディクトーンさん。アディクトーンさん、はい、ギターブランド。なんか全部が木みたい。そうですね、可愛いですよ。可愛い。と、すごい今嬉しそうな顔してくださって嬉しかった。合ってた、合ってましたかね。はい、こちらイデアサウンドプロダクトさんのエフェクターと、奥にありますリーカスタムアンプリファイアさんのエフェクターの、はい、まあ、3社でブースを出してらっしゃる感じですね。なるほど。まあ、ちょっと順に触れてきますと、アディクトーンさん今回このショーに向けてノバという新しいモデルをローンチされたということで、はいはい、まあ、あの本当にプロミュージシャンとかでも愛用されてることが多くて、もう今話題沸騰中ですよね、のブランドです。そうなんだ、はい、すごい。とあとイデアさんは、まあ、ララポートや神田でも取り扱いしてるんですけど、これですね、はい、まあ、あのギタリストなら多分皆さんご存知のトーンベンダーとかチューブスクリーマーを、まあ、こう現代流にアレンジして、使いやすくしたような、まあ、本当に丁寧にもう間違いない作りが特徴のペダルですね。安心感、はい、と奥がリーカースタムアンプリファイアですね、はい、まあ、こちらも新しいモデル多いですけど、はいはいはい、真空管の、はい、入ったペダルとか、あとアンプも今一緒に展示してくださってますね、はい、この辺もララポート、神田店、宮地ヶ家で取り扱いありますので、 あるんだ、はい、よろしければ試していただけると嬉しいかなと思います。すごいかっこいいですね、はい、って今実際に後ろで弾いてらっしゃったり、そうです、ね、かっこいい、はい、非常に大人気の3社が合同でブース出してらっしゃいますので、結構激アツブースですか。そうですね、もうなんかずっと思想が絶えない賑やかなブースですね、はい、はい、ではニューラル DSP さんのコーナーにやってまいりました。なんか最新な感じします。デジタルデジタルしてる感じ、うんうんうん、いいですね。なんかこのクワッドコーテックスって気になりませんか。え、クワッドコーテックスってコーテックスってこの iPad みたいな、ま、それがいいですか。そうですよね、この iPad みたいな、なんかこういうちょっと独特の見た目なんですけど、うんうんうん、これ実はこういろんな世界中のアンプとかエフェクターの音をこの中に取り込めるんです。いわゆるアンプとかいろいろ使いたいよってなっても、はい、例えば車にたくさん乗っけなきゃいけなかったり、電車に乗れなかったりとか重たかったり、確かに結構不便だと思うんですけど、この中に取り込んでしまえば、はい、もうこのボタン一つで呼び出せたりとか、え、すごい、もうそのリアルな音をここで再現できるんです。はい、録音できるじゃないけど、そうです、そんな感じですね。めっちゃいい、はい、でそのこうエフェクターの並び順とか、はい、音の設定とかこうタッチパネルでいじれます。こんな感じですね。なので、まあ、なんて言うんですか、ちょっとこうユーザーインターフェースというんですかね、こう使いやすさみたいなものはもう便利、これは結構最新なんですか。最先端です。へー、はい、このサイズ感で本当にリアルな音と世界中のアンプの音を持ち運べるっていうのが魅力ですので、なるほど、皆さんぜひチェックしてみてください。最先端ブースですね、はい、そうですね、皆さんいろいろ試してらっしゃいますが、そんな感じです。確かに革命や、はい、そうなんです、はい、ありがとうございます。すごい、どうでした横浜ミュージックスタイル。あの本当になんていうやろ、もう楽器のお祭りみたいな感じ で、ね、普段こう全国各地にあるお店がギュッと集まって、はい、もう魅力を全身で受けた感じで、はい、よかったです。すごい楽しかったです。よかったです、楽しんでいただいて、はい、本当にあのいろんな方、いろんなブースで、あのこだわりを持って出展されてるので、う、まあ、そうい う、 こう魅力というか熱量というか、うん、肌で感じられる素敵なイベントなんじゃないかなと思います。マジで、皆さん多分音楽が好きな方がいっぱいいらしてたの で、はい、いろんなとこから楽しい音楽が聞こえてきて、いるだけで楽しかった。平和でピースな空間、平和でピース最高でした、はい、ありがとうございました。今日一日またありがとうございました。楽しかったです。